どうもどうも、マジです。始まりましたね。今日はですね、YouTube のコメントで来てたあのビンゴの渋谷店に行ってほしいっていうコメントがあったので、渋谷にやってまいりました。渋谷はめっちゃ久しぶりに来ましたね。いつぶりに来たやろっていうレベルではあるんですけれども、まあ髪切りに来た時に来たか、そんなこともなかったです。まあということで、まあビンゴを見ていきたいんですけれども、ビンゴは僕 YouTube の企画で一回行ったことあるんですけど、結構ヴィンテージもありつつのっていう感じで、自由が丘の店舗はめっちゃ良かったんですよ。なんで渋谷店にもあるっていうこと知らなかったんで、渋谷店もすごい期待が高いでございます。でまあビンゴ行って、近くにバズストアがあるんで、バズストア行って、でその後ジョーも行けたらジョーも行って帰りたいと思います。でもう今が撮影してるのが8月1日なんですけれども、まあ全然夏物なんやかんや変えてないんで、今年の夏は異常に暑いんで、まあなんか夏物変えたらなとは思っております。とか言いながら全然違うの買いそうなんで、まあとりあえずビンゴディグっていきたいと思います。じゃあ行ってきますか。マーシーチャンネル。ということで渋谷のビンゴ行ってまいりました。まあ、すごい楽しかったですね。なんか久しぶりに違う店舗の服を見たっていう感じでした。まあ置いてるもので言うと、ミリタリーもあれば、ラルフがすごい強いなっていうイメージと、リバースが結構ありましたね。ナインティーズの刺繍タグからトリコで、フーリーもあったんですけど、実はもう1万後半ぐらいでした。気になったんはなんやろうな。めっちゃうるさいですね。アイスランドスリッパーのあのシルバーのサンダルか、リーバイスの501のあの黒缶の赤耳のリメイクあったんですけど、あれも税込み8000円、税抜きか、お手頃でしたね。ただサイズがちょっと細かったですね。もうちょい太めで履きたかったです。ということで、お前なんかビンゴで買ったんかとなるとは思うんですけれども、購入してません。まあ、なんかこれ欲しいっていうまでにはいかんかったかなと思っております。で今から12時になったらバズストアが開くんで、バズストア行きたいと思います。一回ね、僕いつやろうな、一昨年去年あたりにバズストア行ったんですよ、企画にしてね。行った時にオンブレのレイオンが確かね3万いかへんぐらいで置いとったんですよ。めっちゃ遡ってもらったら分かるんですけど、あれ買っとけばよかったなと思ってて、まあ、多分今じゃあその値段で置いてないとは思うんですけれども、まさかの商品があるかもしれないので、今から渋谷のバズストア向かっていきたいと思います。はい、
ということで渋谷のバズストア行ってまいりました。ちょっと想像以上にいいものがありすぎて時間がめっちゃ経っちゃって、入浴場行くとは言ってたんですけどもう時間ないんで一旦店舗に戻りたいと思います。チャイン買いました。やばいな、楽しみやな。まあ、一旦ちょっとね店舗に戻ってゆっくり紹介したいかなと思います。お楽しみに。マーシーチャンネル。はい、ということで無事帰宅しました。すいません服装が変わってるんですけれども、今日がですねめちゃくちゃ豪雨に見舞われて、もう私服がびしょびしょになっちゃって、とりあえず着替えもなかったんでお店の商品を着ております。トップスがベースで販売している BMC ソフトウェアの T シャツに、スラックスがレイオン、これが来週入荷のスラックスでございます。服装が変わってる理由をお伝えします。はい、ということでバズストア渋谷店行ってきたんですけれども、めちゃくちゃ商品良かったですね。バズストアで写真撮りすぎて違う携帯に送ったので紹介していきたいと思います。まず1個目がフィフティーズのカンカン帽があって、かぶったんですよね。実はちょっとちっちゃかったんですけど、サイズ59とは記載されてるんですけど、ちっちゃいっすね。これかぶれたらめっちゃ欲しかったっすね。フィフティーズのカンカン帽セカンドタイプですねが199,999円、税抜きなんですけど、まあ22万ぐらい。サイズどんぐらいなんやろうな。まあサイズによって値段が変わりますが、僕は見てないんでね、お近くの方はぜひ行ってみてほしいです。で、ナバホがありましたね。ナバホ民族のネックレス。まあこれもね、ちょっとトップだけが欲しかったですね。うん。長そう、チェーンが。アディダスクラブがありますね。まあ、デサント ATP とかが注目されてますけど、アディダスクラブとかも結構古めの貫いやつあったりするんですけど、こいつめっちゃ良かったっすね。ネイビーボディで、サイズも良かったです。で、次も、これが 90s の銀タグなんですけど、アディダスも。ナイロンでストライプになってて、で、首元がちょっとモックネックっぽくなってて、そう。で、配色がすごい良くて、これバックもストライプになってたんですけど、これかっこよかったです。グッドレギュラーっていう感じでした。で、次がマクレーガーのレザーがあったんですけど、フィフティーズ。これもすごい安かったですね。2万いってなかったですね。すいません、値段忘れちゃったんですけども。あ、めっちゃええなと思って撮りました。で、次が501の66前期スモール E がありました。で、ペアされてるのに、こういうクラッシュしてるデニム。で、色が結構残ってたんですけど、これめっちゃ良かったです。ただ、レングスが33ぐらいありましたね。これ、レングス30とかだったらちょっと欲しかったですね。で、お値段の方が 24,990 円の税抜き。なんで、まあ、税込みで言ったら27ぐらいなんですけど、これもすごい良かったですね。かっこよかったです。66特有のこの縦落ちがすごいかっこよかったですね。で、次が、レイオンのブラウンの半袖があったんですけど、これもね、1号ぐらい。で、見たんですけど、ちょっとシルエットが好きじゃなかったですね。そう、これシルエット良かったらちょっと欲しかった。ステッドソンのフェドラハットがあったんですけど、もう色味めちゃくちゃいいし、状態も超良くて、サイズもすごい良さそうと思ったんですけど、ちっちゃかった。これもう3万ぐらいでしたね。すごい安いなって思いました。これが一ちゃん欲しかったっす。最後でございますね。じゃあそいつを紹介していきたいと思います。こちらでございますね。シャツ買いました。めちゃくちゃ良くないですか？おそらく年代は 50s ぐらいかなと思います。襟の形はすごい 40 っぽいですけど。で、気になる素材の方なんですけど、コットンなんですけど、コットン100ではなさそうですね。結構サラッとしてて、コットンなんでガシガシ洗えるんですけど、まあ僕の気に入った点はやっぱりボックスシルエットっていうのはもちろんなんですけど、配色っすね。まあ、僕なんか赤とかピンク系が相変わらず気分なんですけど、このきなりでこの赤とちょっとボルドっぽい配色になってて、めちゃくちゃかっこいいっすね。サイズもめちゃくちゃ良くて、X ラージなんですよ。まあ僕結構シャツはジャストに着ることが多いんですけど、この手でこのサイズあんのやと思って、せっかくなんでちょっと着てみますか。今日ショーツ履いてて、ショーツに合わせたらめっちゃしっくり着たんですけど、今のスタイルにもハマるかな。どうすか、めっちゃ良くないですか。ほんま着たらわかるんですけど、ちょっと透け感もあって、コットン100でこんな透け感とかあんま出ないんですけど、バズストアで購入することができました。気になるお値段の方が税込み1万6000円ぐらいだったかな。まあ全然安いんかなと思いますね。いや、安すぎるなと思います。はい、ナイスバイやと思います。まあ僕相変わらずブラウンが好きなんですけど、ちょっと明るめのパンツとか、最近買ったあの対戦
のダブルニーとかでちょっとレトロな感じで、うん、アースカラーで落とし込みたいなということで購入しました。これめっちゃかっこいいと思います。バズストア行ってよかったですね。まあ紹介した通りビンゴも行きましたし、バズストアも行きましたし、まあ2店舗ともすごい良かったので、渋谷は僕はあんまりディグったりしなかったんですけど、まあ定期的に時間が空けばまた見に行きたいかなと思っております。ちょっとでもええなと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた、てぃー、ご視聴ありがとうございました。ベース、インスタグラムチェックよろしくお願いいたします。次の動画もお楽しみに、てぃー。